では、横に絵柄を置きながら絵が反転していることを忘れずに色をつけていきたいと思います。白い紙を外し忘れていたんですが、作業する前にこの下に敷いていた白い、オーブンシートを外してあげてください。まず分かりやすい耳からいこうかな。耳の内側のあたりはオレンジです。用紙2本を使って乗せてあげて広げてあげるとやりやすいと思います。チョコレートとかと違って伸びるのでそんなに量は必要ないです。乗せてあげたら端まで綺麗に入れることを意識して広げてあげてください。この境目を綺麗に仕上げていくことがうまく仕上げるコツです。同じように青い部分も入れていきます。広い部分なのでちょこっとスプーンでのせて塗り広げていきます。この量で多分顔はいけるんじゃないかな。耳のあたりなど、色が混じりそうなところは特に気をつけて塗ってあげてください。塗り残しがないように見ながら進めていってください。白色を入れるところ以外は全て完成しました。色が混じるのが嫌なのでこのまま冷凍庫に入れます。もしこの丸からこのフィルムがはみ出していた場合は切ってあげてください。作業の後に型にそのまましまい込むので引っかからずに済むように準備するためです。冷凍庫に入れる際は底を持ってケーキ型の底に入れ込んでしまってください。緊張の一瞬なのですがここで入れてしまうとこのあと上に生クリームを重ねる時の作業が楽になるのでこのまま冷凍庫に入れてあげてください。そしてまた冷凍庫に入れ 2,3 時間完全に固まるまで冷やし固めます。2時間ぐらいで大丈夫かなと思うんですけれども、しっかりと固まるまで冷やしてください。こちらが3時間ほど固めた後のものです。これの上に、手早く白いクリームを入れていくのですが、白いクリームは色付けに使ったクリームの残りをさらに泡立てて、そんなにガチガチに固めなくていいのでふわっと泡立ててあげてください。8分くらいかな。です。まずは気泡を作りたくないところに軽く乗せてあげてから上からダーッと流し込みます。溶けてしまうとにじんでしまうので手早く行ってください。一気に入れたら軽くリセットしして手早く丸く流し入れます。そしたらまた冷蔵庫で固めます。この状態でまた 2,3 時間固めます。冷凍庫で凍らせてください。では最後の工程の取り外しと飾り付けに移りたいと思います。取り外す際はちょっと周りを温めてあげるとうまく底が抜けると思います。取り外したものをひっくり返して上に乗せます。できたらゆっくりとまず上のものを外します。おお。
で、こちらをゆっくりと剥がしていきます。うまく剥がれないときにはチョコレートの部分だけを手で温めてあげるとその部分がうまく外れると思います。固まっているうちに素早く取ってしまいましょう。うまくできました。ガブニャンケーキです。今回はこれにトッピングをしていきます。トッピングに用意したのはかぼちゃ型のマシュマロにチョコでお絵かきしたものとコウモリの形にチョコレートを作ったものです。これは爪楊枝でチョコのお絵かきした時に使った残りのものを使用しました。あとこちらカラースプレーです。まずカラースプレーを周りに散らしていきます。どうしても乗せたところはくっきり丸い円が残ってしまうのでその円の部分を隠してあげるようにトッピングとかホイップを絞ったりしてあげるといいと思います。そして上にどの顔にしようかな。じゃあコーランタン風のマシュマロを置いてちょっと立体的に斜めに刺すようにコウモリさんを乗せてあげたら完成です。以上、妖怪ウォッチのキャラケーキの作り方の紹介でした。